ものはあるんですよ。ちっちゃい子はあります。もう僕らになると足しか使わない、宙返りが多くならないといけないので。ただそのトランポリン の, その健康運動というかね、的な要素の中にはお尻であったり、お膝であったりとか、この見てしまうね、お尻で落ちたり、膝で落ちたり、お腹で落ちたり、そういうのもある。こういういろんな各部位を使うことによって、お子さんたちのすごく動き作り、それを見習う。例えばお尻から後ろ向きひねる、お尻をひねってお腹、自分の体を自在に操る空間認知能力っていう言い方をするんですけど、要は空中に放り出された瞬間に自分がどの位置にいるのか、どういう風に体を動かすか、ひねれるかっていうのが分かれば、トランポリン以外の競技だったりっていうものにもすごく生きてくる、そういう要素をいっぱい含んでいるものがトランポリンで、はい、とりあえず腰打ちを、はい、腰打ちということなんですけど、はい、はい、今日はそれはできたいですか。はい、そうです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 、もうちょいです、もうちょいです、そう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 、良くなってきました。お、完璧ラブスポーツ。なんかあれなんですけど、地面に戻った瞬間、はい、変な感じがする。あ、いいこと言ってくれました。一回じゃ下げましょうか。ジャンプしてみよう。おー、あどんな感覚します？筋肉が自分のじゃないみたいですよね。はい、はい、こうやってみる、しっかりジャンプ。今もできないです、これ本当に本当にできないです。ちょっとね、そう、何回かやっていくとちょっと良くはなるんですけど、これって地面って硬いんですよ、はい、で、トランポリンって柔らかいじゃないですか。だからそのジャンプする感覚がもうトランポリンの体になっちゃってるんですよ。なので、すごくそのなんて体に重りをつけたようなのとか、あの、よく言いやすい感覚で言うと、プールから上がった時の体の重たさに似てる。